松下奈緒、ジェネレーションズ片寄涼太が参戦。紛失と違和感2時間スペシャル。意外なチャレンジャーが激スマドリフト駐車に挑戦。なにわ男子大橋もスタジオに行けない分、うん、ドリフトでバーンって決めたらもうスタジオ以上に爪痕を残せるわけよ。いやもう多分結構楽勝と思いますよ。僕昨日も運転してるし。え、どれぐらい運転するんですか普段。僕週にほんまに 3,4 回はします。暇な、暇じゃない。成功者を当てろ。なにわ男子が失敗してのもっと練習すればよかったは見てられないなと思って。かっこいいとこ見たいし。決まったら気持ちよさそうですよね。そうです。構想は多分ないですね。大橋が奇跡を起こす。さらにめちゃくちゃ違和感あんねんけど、宮川大輔ゆうこりんが行きつけの富士そばに仕掛けられた違和感を見抜けるか。いやせこいわ。そして大好評コンプリート違和感、20個の B1 グランプリご当地グルメに紛れた3つの偽物を見抜け。おなばり焼き豚卵飯、今食いたいもんで選んでない。大丈夫やばいなしやばい。パーフェクトで100万円出るか。平野紫耀が違和感特技をテレビ初披露。あんまりなんかちょっとかっこよくないっていうのが。クインチさん違和感月曜夜7時。